おはようございます。そして明けましておめでとうございます。速稼塾の久保です。本日はメールの方をお送りいただきましてありがとうございました。そしてですね、 FX 基礎講座の課題が送られてきたことのこと、すごく嬉しいですね。私としてはね、何回でも送ってもらっていいと思ってるんですよ。課題を出したから終わりじゃなくって、やっぱりね、実践に向かうまでには何回も何回もチェックしてもらって確かめていく、チェックしてもらって確かめていく、これが非常に大事だと思いますんで、別にね、今日に限らず、これからも FX をね、収入の柱にしようと思うんだったら、ぜひね、この久保哲郎、しっかりと活用していただければと思います。そしてこの FX の基礎講座なんですけども、そうですね、中級編に向かうのも一つ考えてるんですけども、この基礎講座をね、さらにこう、掘り込んでいく、なんか企画ができないかなと思ってるんですよ。なんかね、考えましたらまたやりますんで、その時またお付き合いください。なんとしてもね、私はこの FX の基礎講座を体験した方、そして参加してくださった方に FX でね、今年は収益を上げてもらいたいなと思ってます。それが私の目標でもあるんですね。ですんで、いろいろとこれから私も FX 伝わりやすいようなね、そんな放送に努めてまいりますし、決してね、オーバーワークにならないように、例えば1日にね、2時間3時間の課題を与えるみたいなことはね、ちょっとこれは無理なんで、やっぱり1日数分で済むようなものの積み上げをね、日々の暮らしの中でできるように工夫していこうかと思います。今後も FX の、ね、基礎講座並びに FX の通常のですね、相場解説毎日やっていきますので、ご期待ください。それではね、課題の方はこれから添削させていただきますので、また専用サイトに、アップさせてもらいますね。それでは ありがとうございました。今年もよろしくお願いします。失礼します。